どうも、Y君です。僕はブラックな会社を辞めて9月からベトナムに行く26歳新大学生かっこ予定。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ベトナム渡航後は現地の本当の生活をお届けします。自己紹介はこれくらいにして、本日紹介するホテルはこちら、ヒルトンプーケット。バンコクから飛行機で約1時間タイのリゾートプーケットに来ました。フロントからリゾート感があります。早速部屋を見てみましょう。よろしく頼むぞ。ダイヤモンド会員のアップグレードは少しあったかもしれません。綺麗なお花がお出迎えしてくれました。室内には一人掛けのソファーと仕事ができそうな机があります。そして外を見ると綺麗な海が見えます。夕焼けや朝日が綺麗でしょうね。外にはいい感じのソファーも。いい部屋ですね。次はトイレと風呂を見てみましょう。残念ながらウォシュレットはないパターンです。風呂はよくある感じのやつですね。実はヒルトンのアメニティは世界中のヒルトンでほとんど同じです。よく見ると独立のシャワーもあります。こういうところは高級ホテル感がありますね。レインシャワーもありました。次はプールで涼みます。このホテルは4つほどプールがあるのでめちゃくちゃ空いていました。メインのプールはスライダーもありますが一番混んでいるので避けました。プールで泳いで疲れたのでラウンジに無料の酒を求めに行きます。ダイヤモンド会員とクラブフロアの宿泊者は無料です。ラウンジは外のバーを使用しているようです。バーだけあってお酒の種類が豊富です。何杯でも飲み放題です。フードもなかなか充実していて、フルーツからデザート、メインまであります。正直このフードを食事代わりにできそうですね。大満足でした。ありがとうございます。ありがとうございます。